成形小学校は、東京都武蔵野市吉祥寺北町三丁目にある私立小学校、明治末期大正期の教育者である中村春次が、高等市範学校付属中学校時代からの友人であった今村茂蔵と岩崎小屋田の協力を得て創設した私塾成形園を本郷西方町に改塾したのが母体となり、その後1912年に池袋に、 全寮制の整形実務学校を創立。この整形実務学校が現在の整形小学校の禁言とされている。1914年には整形中学校が、1915年には池袋に整形小学校が開校された。1924年、池袋から吉祥寺に移転した。整形の語は中国の歴史書、式の通り普賢化時整形から取られており、 交渉も桃の実をデザインしたものである。学校生活の中で5年生から始まる。児童会は桃の会、父母会はすももの会、子供たちに綴り方、日記指導に調べ学習から、各自の総合的な学習成果を記録するノートは、小道と呼ばれている。吉祥寺にある都内有数の名門小学校で、教育理念は自立と仲間との連帯、個性的な子供の創造とされ、 これまで各界に多くの著名人を輩出している。系列の旧成成形高校時代は、帝国大学への進学が保障されていたため、成形小学校への入学が帝国大学への進学に直結することとなり、人気を集めた。一般には、自立、連帯、創造と略称、しこり念という瞑想により、事故と向かい合うこと、心力化、体の鍛錬などを通した個性の育成。 食能教育という早くからの食育の実践、日記指導など独特の教育スタイルを創立以来、現行の文部科学省の指導要領に合わせながら守り続けてきたことが評価され、今日では国際色豊かで自由な交風、徹底した少人数教育を特徴としている国際学級が設置されており、帰国史上を多く受け入れている。例年、 卒業生の9割以上が系列校である整形中学校に進学する創立以来の伝統として毎年6から9月に夏の学校が原則全員参加で行われる1から3.5年は整形学園の校外施設である箱根寮に4年生は千葉県白浜での海浜学校6年生は岩井での臨海学校となる6年生の男子は 一般的な海水パンツを着用する。女子は一般的なスクール水着となる。特別学習では、整形大学のグラウンド、施設も使用可能。50音順に並べてある。ありがとうございます。